はい、まずちびまる子ちゃんに出てくる右輪さんが大人になったら行きます。今日は待ちに待った合コンの日よ。エステに行かないと、あ、ネイルサロンに行かないと、あ、その前に花輪君に電話しようっと。プルルルル、プルルルル。あ、もしもし花輪君、今何してるの？え？さくらさんといる？さくらさん、見てなさい。ラインブロックしてやる。あ、そもそもライン知らなかった。花くん待って。はい、続きまして、またまたちびまる子ちゃんに出てくる藤木くんの声真似。今日も笹山さんかわいいな。でも僕なんかが相手にしてくれるわけないよね。卑怯だし。え？その通りだよって。ひどいよ長澤くん。続きまして、クレヨンしんちゃんに出てくる坊ちゃんのモノマネ。ばあしんちゃん。すみません、これだけです。はい、続きまして、元ジャパネット高田社長のモノマネ。皆さんご覧ください、こちらの商品1890円より大奉仕いたします。急に大声失礼しました。続きまして、こんな後輩嫌だ。ねえねえ、何々さん、何々だったよね。ん？聞き返しが変。続きまして、話を聞いていない人。ねえねえ何々さん、今日何々さんから金柑酒もらったんだけど、ねえ半分持ってかんない？美味しいよ絶対これ。へえー、すごい。ところで何の？どうもありがとうございました。